福田恵リ子、福田恵リ子、福田恵リ子、1980年10月30日隊は、日本の元政治家、元衆議院、議員、一期、薬害肝炎九州訴訟原告団代表、厚生労働省、薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための、医薬品行政のあり方検討委員会委員を、務めた。1980年10月30日、 長崎県長崎市に三人兄弟の末っ子として生まれる。幼少時代は父の仕事の関係でロンドンに在住していた。1999年、長崎県立長崎西高等学校では空手部に所属するなどスポーツに明け暮れていた。ちなみに空手はクロービス初段である。高校卒業後、母親の教理にある広島修道大学人文学部。 人間関係学科進学専攻に入学。学内の学生食堂でアルバイトをしていた経験もある。しかし、学ぶ意義がわからなくなったと大学を休学し、3ヶ月余り単身でフランスに旅行した。この旅行でパンに感動し、パン屋開業の夢を抱き、帰国後は大学のある広島ではなく長崎のパン屋で修行を始めた。2010年。 広島修道大学同窓会の同窓会員規定を満たしていることから同窓会員に名を連ねることとなった。2001年国会では肝炎問題の追及が行われており厚生労働省は血液製剤を血友病以外の患者に投与した可能性のある医療機関名を公表したばかりであった。このリストの中に福田が出生時に 血液製剤を投与された病院があったため、両親に勧められて4月に検査を受けたところ、C 型肝炎ウイルスへの感染が判明した。翌2002年に大学を中退し、インターフェロン治療を開始した。2004年4月に実名を公表し、薬害肝炎吸収訴訟の原告となる。当初の裁判では、原告団の国一部しか訴訟が認められなかったが、講演活動のほか、 各種メディアに登場するなどして、精力的な活動を受け、原告団全員に訴訟が認められるようになった。薬害肝炎の問題に携わっていく中で2006年、ごろ、悪しき政治によって、命が奪われることはあるが、政治が正しく機能すれば、多くの命が救える。それこそが、政治の本来の使命だと思い、政治に関心を持ち始めた。この間、 二度目のインターフェロン治療を行い、ウイルス反応は陰性となり、経過観察の結果、肝炎は感知して飲酒が可能な状態にまでなった。山田正彦から打診があったことが、きっかけとして、2008年9月18日、民主党の小沢一郎より第45回衆院選への出馬要請を受け、これを受諾。長崎2区に民主党候補として出馬することが決定し、 長崎市内で記者会見を開く。薬害肝炎訴訟の原告に対する肝炎基本対策法案は2009年に民主党の審議拒否で廃案になったが、福田はこれを容認する発言、法案に国の責任を明記しなかった当時の与党自民党への不満などを身のブログにて言った。薬害肝炎の原告団はこの審議拒否について抗議声明を発表している。 2009年8月30日、第45回衆院選に、長崎二区より出馬。薬害肝炎被害者としての自らの経験から、命を奪うのも政治なら、命を救うのも政治と主張。自由民主党公認の久様明夫から議席を奪い、28歳で、初当選。一部報道では、襟の熊退治とも言われた。小沢ガールズと報道される。貴様は、 重複立候補した比例代表でも復活できなかった。同年11月30日、鳩山内閣のもとで第173回国会において肝炎対策基本法 C 型に限らず全ての肝炎患者が救済の対象が成立した。2010年2月21日の長崎県知事選において民主党、社会民主党、 国民新党の3党が推薦した橋本剛を全面的に応援したが、橋本は前、長崎県副知事の中村報道に9万病床の大差で敗れた。同年7月の第22回参議院議員通常、選挙でも民主党公認の犬塚直文の応援に奔走。対抗馬の元長崎県知事、金子源次郎について、参イは知事の再就職先ではありません。 などと激しい批判を展開いたが、犬塚は金子に大差で敗れた。2010年に民主党青年局事務局次長に就任。2010年9月民主党代表選挙では小沢一郎を支持した。2011年に民主党国際局副局長に就任。同年6月7日民主党幹事長補佐に就任。 2012年の消費増税をめぐる政局では、消費増税法案の採決で危険する意向を示していたが、6月26日の衆議院本会議前に、宮崎武史、福島信之、熊田筒、村井宗明らと記者会見を開いて反対を表明し、同法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。 社会保障制度改革推進法案には賛成。民主党は7月3日の常任幹事会で、党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。また、当選以来所属してきた厚生労働委員会を外され、沖縄及び北方問題に関する特別委員会に変更になった。同年7月6日、 消費増税関連法案の衆院採決で、増半主党に残った当選1回の衆院議員12人と、共に政策研究会、真の一体改革を実現する一期生の会、略称、真実の会を結成し、代表世話人の一人となった。同年8月10日、消費税増税法の成立を受け、真実の会として、国会内で記者会見を行い、 同年9月の民主党代表選で現職の野田に対抗する独自候補の擁立に乗り出す意向を明らかにした。また、消費税増税法の成立について極めて遺憾などとした声明文を発表した。同声明文には衆院議員20人に加え、参院議員3人、計23人が名前を連ねた。同年8月29日。 金見輸送被害者の救済法案を実現する議員連盟の発起人として関与してきた金見輸送被害者救済法民主党動物愛護対策ワーキングチームや動物愛護法改正議員連盟等を取り組んできた改正動物愛護管理法が共に成立。同年10月18日衆議院厚生労働委員会の理事に就任。同年10月24日 不適切な使用が問題となっている復興予算を仕分けする復興予算奪還プロジェクトをメンバー、与野党の議員17人が参加の一人として発足させ会見を行った。その会見では予算をつけた政府、与党の精査では甘くなると外部の点検の意義を語っている。同年10月30日民主党総務委員会副委員長。 政策庁査会政調会長補佐に就任。同年11月16日、衆議院解散とともに民主党に離党届を提出し、民主党は11月21日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とすることを決定した緑の風へ合流した。なお、緑の風は滋賀県知事の加田幸子が卒原発を旗印に結成した日本未来の党。 以下、未来の党に福田を含む党所属の衆議院議員3名を合流させる方針を示せたため、2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では未来の党から比例近畿ブロック単独で第14位立候補したが落選した。落選後、政界を引退した、同僚議員たちとも馴染めず苦労したとのことで、 もともと薬害問題で注目を集めていたところを民主党が強引に出馬させたこともあり、本人に議員バッジへの執着心は薄かったとも指摘されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。